お。オッケー、バイバーイ。ん、ん、なに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 。はい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 。なんか怪しいやつが見てますけど。あれ？これあれか。あれ、名前、もう名前忘れたけど、なんか見られてますね。はい、ということで皆さん、こんばんは、まさしです。前回がね、続きやっていきたいと思いますね。ベトベン倒したところからですね。オッケー、やっていきましょう。で、キノピを倒し、助けて、ところっすね。さあ、電話出ましょうか。はい、もしもし。さて、ルイージ君、ようやく一人見つかった。あ、あとだから、キノピオ二人、マリオ、マリオ、ピーチ、四人ぐらいいる。キノピオ君が二人と、え、キノピオ君っていうのが名前なの？かわいそう。名前ないんだね。個体識別番号みたいなつけてあげてよ。そう、あと、四人だよ。長いよ、マジで。頼むね。オッケー、やっていくか。さあ、で、エレベーターの鍵ゲットしたんだけど、何回かゲットしても忘れたんだよな。ちょっと空いたからね、間。4回だっけ？じゃあ、待って。おー、そうそうそう、ゲットした。何回？あ、6回ね。はいはいはい。悪魔の数字、666。そういうことなんだよね。はい、6回。もうね、俺はガチのホラーゲームはもう一回実況プレイしてね、大切いたんで、もうちょっとそこらのことじゃ、ビビりません。キャッスルフロア？どういうこと？城？城のエリアってこと？まあ行ってみるか。わ、着いた。さあ、え？あんな刀のマークだっけ？ 6 階って。キャッスルフォーラーだから城でしょ？どんな感じなんだろうね。さあさあ、行け行け行け、ほら。おお！いきなり、アックスが倒れてきましたけど、斧。何？キャッスルフォーラーっていうぐらいだから、騎士とか、なるほどね。城のデザインを、あれなんだ、そんなのいちいちやってるんだね。え、綺麗だわ。さあ行こうか。城すごいね。どんな、今回ボスなんだろうね。え？どういうこと？なんか、マンションの中に、あれあるんだけど、なんかショップ？なんか多分、アトラクションエリアかなんかなのかな？これ多分、外事出して、なんか入るんでしょうね。はいはいはいと。これどうやってあげようか。待ってよ。とりあえず、叩いてみる。ドア。はい、もしもし。キャッスルエリアっていうぐらいだからね。え、なにこれ？どういうこと？なにどうやってやんのこれ？待って、いけないんだけど。あ、こっち？これを使って引っ張るんだろうね。きっと、オッケー。天才。はい、俺頭いい。で、これで入ってと。はい、失礼します。こんばんは。え、なんかいいね。ゴーレム。お、これ照らすんじゃない？違う？ X で照らしても何も出ない？出ないね。これ、胸のさ、なんか、お前、いるだろ！おい、なんだ、なんかいるだろ！こら、出てこい！貴様！なにこれ？なんかこれつけんのか？あ、ついたはは！ついたわ。で、これかわされ、おれっと！あ、これぜ、うえ、キモい！もうネズミマジでって気色悪いな。俺は全部吸い込んでやるわ。じゃあ、これも全部倒せる？これ。おい。あ、ついた。オッケー。で、これも、はい、よいしょっと。顔が重いね。兜がないんだ。やっぱ、お化けが入るから。そういうことだろうね。はい、これもぶっ壊してと。なんか、入れない？特にない？こっちもないのかな？ネズミがいるだけ？待って、これ、ちょっと、お前捕まえるから。ちょ、俺しね。はい、オッケー。で、こっち、あ、いける。あ、いや、痛い。ふざけんな、おい！オッケー、宝箱。さあ何がある？あ、お金？はい、お金、金の鍋棒。めちゃめちゃ安い金の鍋棒。安いんだよな。ネズミ、きめえな、マジで。これ、目がさ、赤だから、キモいんだよね。目ん玉がね、可愛くないわ。もっと、なんて言うの？見習って？ちゃんとディズニーランドをね。は、え、何？闘技場かな？これ、何これ？え？すごい、広いな。これ、なんか、市場みたいなのあるけど、ここ入れない。まあ、とりあえず、左行ってみる。あ、階段あるじゃん、っていうか。この部屋入って、入れないね。待って。どうしよう。謎と、ん？なんだ？で、闘技場だね、やっぱり。さあ、お化けのファンファーレが、パッパラパーっと吹いてて。あー、こいつか！ボス、多分こいつだね。なにこいつ？ 7 番キーが欲しいだろ？おい、来いよー。みたいな感じで言ってますね。ほー、なるほど。いいですね。わかりやすくていい。なに？キャッスルフラーでは多分決闘じゃない？これ多分どんどん勝ち進んでいって最後にあいつと倒すみたいな。わかりやすくシンプルでいいですね。さあ来い。戦い大好きだぜ。おい！なんこれ？剣が戦い、ああ、なに？まあ、でも剣どうやってだこれ？これ照らして、俺もこれでいいんちゃうか？痛い！てめえふざけんじゃねえぞこれ！危ない！剣ってこれ何の意味があるこれ？もう剣なんて容赦ねえぞ俺撃っちゃう。もう言ってんじゃねえぞこれ。てめえもだよ。剣いいな、俺も欲しい。やべ、見せた。あぶね、俺、届け。ああ、俺、ピカ、ちまで。これ、だからさ、これカメラがめっちゃむずい。おい、ああ、おら、ちょ、おい、よいしょ、オッケー。オッケー、で、クリア。弱いな。大した、なになになに
はい、オッケー、突破と。特に変化ないね。ただ単に剣持ってるだけで。ん？ん？何何何？なんだこれ？控え室かな？多分そうだね。コロシアムだね、ここ。これなんだこれ？はい、よっと。お金ね。このカラス、何これ？カラス、カラス、カラス。ちょっと待って、カラス、カラス。はい、吸い込んで、吸い込んでた。いただきます。いいね、いいね、いいね。うわー、剣さんが出てる。これ取れないのかな？これじゃあさ、外耳出してさ、これ取ったらいいじゃん。はい、天才。頭いい。多分、小学生の俺には絶対無理だったろうけど。いいね。大人になってるから成長してるわ。さすが。さあ、行きましょう、こっち。控え室だけだからさ、なんかアイテムとかあったり、見てねえかった。ねえ、これ、これうざいな、これ。地味に見えないんだよな。ふざけんな。で、多分これ持ち上げて、こっちでね。これを、この間で持ち上げてと。で、こう。はいはい、完璧。はい、頭いい、天才、IQ700 万。ん？でもこれなんだ？おっとっと、はいはい、ボス、盾持ってるんだけど。盾持ってる。じゃあ、それ取り上げちゃうよ。取り上げちゃうよ。なんか、どうしたらいいのこれ。ね、どうしたらいいのこれ。これでこうか。お前、頭良すぎたら、俺、やば。見たみんな、すごくね、俺。で、俺、あれなんだね。あ、鍵出てきたよ。うえ、外れ引いた、もう最悪。もう何これ、気持ち悪い。てか、鍵、ねえ、ちょっと、やめなさい。痛い。ちょっと、やめて、やめ、もう、うざ。ちょ、おい、落ち着け、俺。落ち着け、やばい、外人死んじゃった。ねえ。俺、オッケー、取れた。あいつマジ許さん、後ろからリンゴ投げてるやつは。俺、おい、デリケーがね、ボケが、お前、ぶっ殺すの、マジ。あんまりおちょくってんじゃねえぞ。鍵取って、さあ、オッケー。これでまだいるね。これ壊すのかな？あ、やべ、なんか投げてきてる。野球ボールみたいに投げてきてる。何？どこいんの？あのバカ、おい、どこだ？ほら、出てこい。ここか。痛い、100、ちょっと強い。100だ、ちょっと強い。待って、おら、ふざけんな、てめえ、おら。もうネズミがマジで気持ち悪いんだけど。どこ行った？おめ、てめえ。てめえ出てこい。これ、おら、出てこい。どこだ？ねえ、痛い。うん、はい。おい、もうお前ネズミ、お前ぶっ殺すマジで、きめえな。おい、これネズミ来いや、お前ら。邪魔やねん、ほんま。うっせえな。これ捕まえて。はいはい、ネズミ。おい、ちょ、やばい、マジでイライラしてきた。おい、殺すぞ、マジで。あんま、ちょこざいことすんなよ、ほんま。おい、うぜんだよ、お前。調子に乗ってりゃよ。好き勝手やらせてやれ。俺ら、出てきやがれ。ん？爆弾？ダメ。はい、出てこい、カードせよ、俺。うぜえな。どこ行った次どこ行った？次見せるとき、あれだよ。バンだよ。ねえ、これ。うれ！やばい！出てこい！おれ！素晴らしい。もうちょっと、手こずらせんじゃねえよ、お前、お化けのくせに。よい！おい、うれ、よし。まあまあダメージ食らったんだけどね。ふざけんな。いや、ちょっと強くなってきてるね。さすがに敵も。さあ行こう。鍵刺さるよね、これで。オッケー。だんだんやっぱ敵も強くなってきてんな。なんか強化アイテムとか欲しいんだけどね。なんかないかな。チョコ材はネズミとかにいられたら。さあ、これも謎解きだけど。もうこれさっきやったじゃん。だから、踏んでる間にこれ外地出して、で、引っ張り上げる。はい。よいしょ。ん？ん？なんだこれは。どれかが当たり？これか？これ。もう、ねえ、ふざけん。もう、これどれだ？ニコイチ。絶対これ。絶対ここ。こんな端っこあるってことは答え。もう、ちょっと。オッケー。はい。はい。ねえ。もう、うざっこれ。なにこれ。うわ、なんかつけちゃった。大丈夫？なんか火出てる。火出てる！ね、火出てるよ。何これ？は？火出てるよ。どうすりゃいいのこれ。火出てる。ね、火出てるよ。どうすればいいのこれ。は？あ、ついた。何これ？これを使ってやるの？あ、すげえ、こんなことできんだ。もうわかんないよ、これ。なるほどね、この、薪をくべるんだ。ふざけんな、そんなわかんねえよ。もう、むずいんだけど。で、これいらない吐き出して、これで、こうして、これを引っ張ると。なるほど、正解がなかったんだ、もともと。で、はしご出て、で、俺本体をこっちに寄せると。オッケー。テクと。なんだ？じゃあ、あれフェイクだったんだね。クソがよ。うぜえわ。一杯してやられましたね。
さあ、エッサフォイサと登って、で、よいしょっと。なんやねん、あれ、もう。うぜえ。まぐれがでもあるもんだね。さあさあ、謎解きがちょっと増えてきたな。きついわ。またネズミいるし。もう。この風車をぐるぐる回して、これ多分、外人多分使うよね。で、これ呼んで、で、やめて、吹き出すのかな？そしたら逆になるから、オッケーオッケー。干したら、干したら、こっちの番。で、また、このネズミさっき捕まえよう。こいつうぜえから、マジで。オッケー。掃除だよ、これ。いいね。頭がいいっすよ、俺、なかなか。で、こっちを、これやめさせて、で、こっち吸い取る。はい、天才。頭がいいです、私。素晴らしいですね。で、ルイジに、こう、吸わせる。オッケーオッケー。素晴らしい。おいおいおい、ここまでスムーズにいくとは思いませんですけどね。素晴らしいですね。ちょ、ネズミお前出てくんねえ、これ。おい、ふざけんじゃねえぞ。俺、おめえでデッキレなんだよ、これ。怖いタイプのやつだからね。で、この弾吸い込める？オッケー、吸い込んで、よいしょ。水？うわ、ごめん、ルイージ。うわ、カイジが死んじゃった。ああ、どうしよう。多分これ、ダメだ。ん？これ多分開かないよね、きっと。鍵がない。はいはい、鍵が必要と。で、さっきのやつには、水が出るようになってる。なるほどね。どうしたもんかなぁ。そしたら、待てよ。あれ、さっきどうやって水出した俺。弾がないよ。弾がなくなったみんな。あった隠し扉発見。素晴らしい。なんでやねん、お前、ふざけんな。なんか出てきたんだけど。これで扉開ける。オッケー、完璧。さっきの水の仕掛けは何だったの？あれ、ただのいたずらか。騙しだね。さあ、次はクロスボウ。なんかゴーストみたいなの構えてるけど、怖い、これ。どうしよう、とりあえず、偵察で行かせるか。まあ、そうなるよね。けど、あ、これ外人だったら関係ないんだ、観察するんだ。だって、ちょ、待って、水が出てるな、でも。待てよ、どうしよう、どうしよう。水が出てるっていうことは、待てよ。この弾を多分引っ張るんじゃないかな。これ左にあるね、これ。見づれえな、なかなか。これ、これ。オッケー、吸って、これ引っ張って、引っ張って、で、ボンと。これで？これ取れるね。オッケーオッケー、素晴らしい。いいよ、ごめんね。ちょっと、原稿化するのなんか、これ多分壊す、落とすんだろうね。これで。オッケー！塞がった。で、ルイージちょっといけないから、ごめんね、ガイジ。オッケーオッケー。で、俺がこっち行って、宝箱？これ、鍵入ってるよね、ちゃんと。オーケー！素晴らしいですね。ここが違う、皆さん。わかりますか？拙者今年で23になります。もう頭がいいですね。おー、まさし22歳。絶好調でございます。さあ、ボスかな？そろそろもうね、茶番はいいんでね。ボス乱闘できたいですとか。なんか、ファラオのあれだね、死体みたいになってるね。これさ、上のさ、わかる？これ、真ん中のさ、黄色い檻が入ってるんですけど。なに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 ？は？は？は？なに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 ？うわー、なんかいっぱいいた！ひも！なんだこいつら！これあれだ、ハードグミだ！ハードグミ、わかる皆さん。ハードグミのやつ似てる。おらおら、あ、なんだ、弱えわ。大したことねえじゃねえか、俺。てめえらよ、ふざけ舐めやがって。雑魚が生きてんじゃねえぞ。ハードゴミがよ、プッチョくんがよ、お前。死ね。おい！やめろよ、てめえ。雑魚が群れてんじゃねえよ。お前ら、群れな、なんもできねえね。おい。やめろ、お前、そ、ぐるぐるパンチ。はい、雑魚つー。調子取ってんじゃねえよ。根塚、おめえもだよ。ぶっ殺してからな。は、おげおげおげ。さあ、ラスト。ラストって勝手に言うけど、どうだろう、わかんねえ。おげ、謎解きやっぱおもろいね。多分、小学生の俺だったら諦めてたわ、ちゃんと。まだあるか。さすがに、これラスト、危ねえ。何、魚魚、もう、またお前バラバラになりてえのか。なんだこれ。真ん中の鍵があるね。謎解き要素多いぜ。あ、ごめんね。バラバラになっちゃった。とりあえず、これ引っ張ってみる？鉄球とりあえず何も引っ張らないとね、始まんないから。待て。これ外耳一回出して、入りたいね、あそこ。さ、掴んで、てかさ、これ、ルイジこれ入れない？これ。入れるよね？これ。うん。簡単じゃん。ちょろ。鍵が欲しいけど、水があっていけない。取れないし、なるほど。水を、だから、やんないといけないんだね。ってことは、これで、多分、水の傘を多分変えられるんですよ。これ引っ張って、こうやってって、で、これで、あ、ダメだ。ちょっと外耳の方出してみる一回。ちょ、本体のさ、俺が行かないとやっぱダメだから。オッケー。で、これ出して、さ、捕まえて、この弾を。オッケー、鉄球出す、捕まえて。
オッケー、ごめんね、もうちょっと待って。よし、で、この間に俺が行くと。じゃ、これ水入って大丈夫？あ、いける高さだね。なんだ、簡単じゃん。何これ、クソちょろいんだけど。おい、絶対なんかあると思った。うわ、最低。そういうことすんだね。ふざけんな、もう。でも待って、これ、うわ、行って行ってて、ふざけんじゃねえ。俺、舐めやがってよ。やべ、ちょっと待って、どんどん進んでる。俺の本体が、やばい、ふざけ、お前これ、そうじゃん。皆さん、そう、ちょ、オーケー。ちょっとまずい、俺の本体が死ぬ、俺の本体が死ぬ、あ、まずいよ、まずい、ちょっと待って、レジ待ってね、今すぐ助けるから、ちょっと待って、たま、ちょ、まずい、ちょっと待ってね、レジ、本当にごめん、デスゲームじゃん、これ、お前、こんなグロいやつであるあるじゃん、お前、ダメ、ふざけんなよ、おい、マジで、デスゲームのやつじゃん、これ、本当に、多分、そうっていう映画、皆さんね、よかったら見てください、そういう感じ、デスゲームです、めちゃめちゃグロいんで、気をつけてください。やばいな、これ。子供向けのゲームじゃねえぞ、やってること。あぶねえ。さあ、行きましょう。また謎解きが結構あるな。なんだこれ。なんか見てるね、こっち。見てんじゃねえよ。待って、とりあえず弾引っ張るやつない。これは？とりあえず外、あるね、右に、この下に。ここに弾があるから、これ引っ張って、オッケー。とりあえず引っ張ってどうなる？なるほど。開いて、風車。さあ、これでどうする？回すとどうなる？なんか開くね。お？これで乗る？乗ってみる？で、やめて。待って。むずいな。落ち着いて。これ出して。これ合わせるんだ、きっと。だから、この状態乗るんじゃなくて、このはしごを状況を戻すんだよ。ここにして。で、ここ乗る。乗って、ダメだ、ちげえ、待って、これ多分一本橋にしないとダメだ。上級で一発でやらないとダメだ。むずいな、なかなか。待てよ。で、これやして、で、これで、この状態でこう。はーい、ねえ、なんで、はぁ？むずいんだけど、これ。もうこういう頭のさ、使うやつやめて、本当に。だからこれ、一回転するってことだから、これで、こうして、で、この状態になった時にこれだ！はい、これでいいよね？これでいいよね？はーい、天才すぎる、まさし選手。頭が良すぎます。ありがとうございます。はい。なあ、もうええって！もうこんなんばっかやんけ。ちょ、ねえ！もう、出して。OK。食らうの？食らうの？ね、お前、クラウンかい！え、外事お前、貫通しながら取れだろうが！危ねえ！オッケー、ちょっと頭使ったからね、大丈夫。でも、拙者突破しました。はい、次のステージ行きましょう。鍵ないよね、ここ、オッケー。この真ん中のさ、仏像なんだろう。また謎解きかよ！ふざけんな。これ何？トロッコ問題ですか？とりあえず弾引っ張ろう。そっからだ。話はそっから。これで、なにこれ？なんかオレンジが降ってきたな。とりあえず取ってみる、ここ。なんか、食らわないよ、でも。うん。食らわないし、で、これ、何？え？あ、オッケー、引っ張って。あ、本体浮かせないとダメだから、とにかく。ん？だから、このトロッコ引っ張らないといけないから、うん、意味ないよ。これ、くっつけて引っ張るんじゃない？違う？これ、ポンって。どれ？あ、待って。あ、来た。みんなこれ多分寄せて、こっち寄せて、ちょっと待って、これもう言うこと聞いて。オッケー、寄せて、で、寄せて、ここでストップ！で、ルイージを呼んで、この安全地帯に一回呼んで、で、またルイージ。で、オッケー、引っ張って、やばい！おい、本体食らってんじゃん！あれ、待って！ここまでしか来れない、ルイージ。そして、でもさ、こっちのね、やつないんだよ、トロッコがね。だからどうすればいいんだろう。待って。困ったなぁ。どうしよっか。なんかない？あ、待って、これあるぞ。多分これある。これ絶対隠れてるんだ。ほら。こういうことですわ。もう、意味ないよ。もうそんな食らわないよ。オッケー。で、こっちも寄せたぞ。なんだったんだろうね。さっきのこの鉄球のやつは。鉄球はさ、こうやって出すんだから。意味ないじゃんかよ。おい、ふざけんなよ、マジで。さあ、寄せてと。おい、いらっしゃい。おい、いらっしゃい。いらっしゃい。おい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 。で、完璧に塞いだら、こうです。はい、完璧ですね。ありがとうございます。
オッケーオッケー、ちょろい。うわもう来るんかい、来るんかい。ねえ、やめろやめろ。ザコどもだから吸い込んで終わらせる。もうこういうのが一番、ちょめ、本体がさ、ねえ、もうめんどくさいの。おら、出てこい。もうミスった。もうジャンヒロ。お前、ダメ、触るな。本体の俺に触るな。バーカ、捕まってんじゃねえぞ、オッケー。さ、もういいだろ、おい。もう謎解き疲れたって。ちゃんと頭使うんだからさ、ふざけんなよ。さあ、オッケー。あ、そろそろっぽいね、皆さん。何？食らわないよ、そのトロコイの。はい。そう、絨毯がこうね、引かれてるってことは、そういうことです。レッドカーペットイコール。最後のまでしょ、行きましょう。来たな。ボス戦ですね、皆さん。行きましょう。こう殺してやがれ。我がまさしの登場なり。パーパラバー、パパパパー。降りてこいや、俺。ふん。怒ってますね。かかってこいや。やっぱりね、やっぱり鎧着るんだ。お、すごい。おい、みんな、盛り上がれ。おい。騒げ、踊れ、しわき肉踊るぞ。今から決闘なるよ。さあかかってこい。ボーンナイトですか、余裕でしょうね。さあどうやって戦おうか分かんない、もう分かんない。さあさあ、なんか盛り上がってますけど、お前飛ばしめんのかよ。全部張り持ちじゃん。待って、どうしようこれ。止めらんないから。はあ、多分これ外事使うな。どうしよう。待てよ、これ2人じゃ、むずいな。うぜえな、これずるくね。やっぱ盾があるから反応しないよね。取り上げないといけないから、くっそ。これ多分くっつけて、これを多分、ルートが決まってるから、これくっつける。くっつける。ねえ！ふざけんなてめえ、マジ。ずっこいんだけど。お前、切れるぞ、おい、俺。なんか落としたぞ。ちょ、これくっつけ！おい、てめえ、ぶっ飛ばすぞ、おい。ねえ！うぜえ。これさ、操作がむず、無理だよみんな。これどうすりゃいいのこれ。あ？あ、捕まった。ねえ、どうすんの？は？マジでわかんない。本当に死んじゃうよ、俺。ちょ、外事だし。マジでわかんない。やば、死ぬ。待って、倒し方わかんない。盾があるし無理なんだよね。は？なんで？あ、ちょ、やばい。死ぬ！死ぬ！危な！おい、ちょ、どうすんのこれ？ねえ！は？ねえ、マジでうざい、これ。これ、吸い取るのかこれ。なあ、もうマジで意味わからんわ、これ。お前、殺すぞ、お前。イライラするな。は？ちょ、マジで意味わかんねえわ。無理じゃん、これ。むざ。はぁ、あ、無理じゃん。あ、ここ？ここ？あ、ここ？あ、ここなのね。はい。オッケー。いけた。オッケー、おら、いや、おいしょっと、やっとんだ、お前マジぶっ殺すからな、てめえ。あんま調子こいてんじゃねえぞ、ほんとによ。なるほどね。いや、わかんねえよ、そんなのさ。ふざけんな、盾剥がすって思うじゃん、今まで通り。舐めやがってよ。うぜえわ。ちょ、危ない。違う、もううざいね。一回攻撃したでこれがよ。あ、いいよ、かかってこいよ、てめえマジ。俺、今、ガチで怒ってっからな。なに。ここ！お前マジで殺すぞ、お前マジでよ、お前イライラしてんだわ、俺今よ。お前任天堂の家に消させんじゃねえよ、これよ。マジで殺すぞ、おいてめえ、ふざけんじゃねえぞマジで。おい、マジでこっからガチでいくぞ、本当にこれ。こう、もうタイミングわかんない、どこのタイミングよ。ふざけんな、どこタイミングは。お前マジで殺す、マジでうぜえな、お前マジで。落ち着けよ、まさし、お前怒るな。な、これは、子供向けのゲームや。イライラしたら負けなんよな。うん。だから落ち着け。どのタイミングなんだよ、てめえは。やばい、突進してて。
そこ、ねえ、お前マジでイライラするな。このおもんないよお前、任天堂、これお前クソもんないよこのゲーム、ほんま。おい、どのタイミングだよ、何やんねん、なんだよ今、攻略サイトさ見てやったんだけど、なんか体飛び出した瞬間とか言ってるんだけど、お前前ぶっ殺すからな。あー、イライラするわ普通に。オッケー、今もうおもんないねお前マジで、クソが死ねえや、お前俺コツつかんだいけそうなんけどな、うらうらうら、お前マジでほんまにいい加減しろよ、こっちの堪忍袋の方が限界やわ。おい、や多分これであと何回すりゃいいの、こいつの本体の HP が出てないからさ、まだまだだと思うんだよねきっと。あー、ほんまによ、声はでもあれだね、ミニオンの声なんだよね。ブラーニオン、おー、グルーグルーグルー、さあ次一発いったよ。おい、このさ、ねえ殺すよお前、いい加減せな、ほんまに。わっ、ぜえな、ぐるーぐるー、ミニオンみたいでうぜえや、ほんとに。じゃあ早く出てきなさい、今かカメラ、おい、オーケー、てめえよカウンターだこれ。オーケー、もうタイミングがバッチリ掴んだから余裕、あとは任せてみんな。これラストかな、おい、やっとこれ、あ、壊れたから、壊れたからこっからだ、なるほどね。じゃあもうこれ、うおー、てめえふざけんじゃねえよ、おい、ちょ、ねえ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 、いや多分これ今だ今だ、オッケー、ふざけんなてめえ、あんま調子こいてんじゃねえぞ、おいバカが、おい、あ、ごめんなさい終わって、ちょ待って、外人一回戦おう、ちょやめて、そのぐるぐるアタック、こいつが転んだと今だ、おい、ダメ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 、はい、ねえ、もう一丁もう一丁もう一丁、俺いいっすね、気持ちがいいっす、ほんまに。任天堂さん、あなたよくやりましたけど、この俺に勝てねえんだよマジでよ、イライラするんやがってよ、ぶっ飛ばすマジで、よし、ははは、やった、あ、オッケーオッケーオッケー、わかんないよ、こんなの初見じゃ。ちょっと、あんま攻略サイト見れるの良くないんですけど、まあ、ごめんなさい、今回ばっかりは見させていただきました。無理だもんだって。むずくね？うん。これ本体じゃね、取れないな。いやー、ちょっと。あ、でもよかったわ。楽で。カウンターさえね。もうちょっとさ、だってさ、事前にあんなに盾奪わせといてさ、あんな目の前で盾あんな構えられたらさ、普通さ、あれ吸い取ってなんかやるのかなって思うじゃん。なんだよ、ちょっと出た時、ピッて当てて、そこを吸い取んね。ええー、って。ふざけんな、舐めてんじゃねえの、頭の悪さよ、要は。小学生あんなの解けませんね、22歳だろ俺が解けないのに、あんな無理です、ふざけんな、で俺悪くないよね、普通にみんな無理だよ、分かんなかったよね、絶対そうだよね、俺だけじゃないよね、舐めやがってよ本当に。宝箱あざっす、何これ、お金と兜いらんねえ、マジ二度と来たくねえよ、全然もんない、本当に全然もんないからな、マジで。オッケー、じゃあエンディング、ちょっとエンディングやったらちょっと回想のまあいい感じで締めたいんでね、あ、マジでエレベーター1回ゲットしたからロビー、え、1回ゲットしたってことはさ、ロビーに戻れるんじゃない、おい、しかも、今絶賛俺は不機嫌なんだよ。ぶっ飛ばすのマジで。またこれやんの、もうめんどくさいな。ね、これ。はい。外事これ。まあ、ちょ、邪魔。オッケー。はい。ミスった。もう本体が出れないじゃん。うん。オッケー。もうマジでさ、調子狂わせるんだね。オッケー。はい。オッケー、オッケー。で、エレベーター行きましょう。よしよし。二度と来ません、この階には。キャスルウォールは最悪。もうほんまに。おげ、ちょっと待って。このエレベーター張ったら、なんかムービーがあるから、そこでちょっと終わろう。今回は。謎解きと割れたってね。クソみたいなボスバトルだったね。はい。一階イエスかね。7階じゃないよね。1階だよね。1階ってさ、ロビーじゃないの？ん？ 7 階だ、これ。ごめん。7階だわ。筆記体が悪いね。ちゃんと下棒を一歩増やすべき。うん、7階だ。さあ、まあいや、時間もいい感じなんで、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。